であの毎日スーパーコンピューターを相手にシミュレーション非常に大きなあのシミュレーションをやっていましたそれが私の仕事ですで特に問題を何,何かっていうと地球温暖化とかそれからあ地球の環境についての将来予測をやっておりました。 リサイズサイエンティストっていうのは、どちらかというと、あの、自分の興味と、それから、それが、その興味が役に立って問題解決ができるっていうところの、おその、バランス感覚を自分で決めることができるのが一つ非常に大きなあの強みなんですね。えっと、何か面白いっていうことだけをやるんではなくて、その少し違ったところまではどうだろうとか、 いや、そうじゃない。全然反対のところはどうなんだろうっていう、あの、その興味の幅をできるだけ持つ。それは、あの、努力をしないと幅は持てないんですね。